はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビージです。では今回は、ハーツオブアイアンを現代モッド続きをプレイしていきましょう。ここまですでにフィリピンと開戦しているという状況なので、まあ、この後はですね、まあ、フィリピンに対して、さらに制圧戦を行っていくと、征服戦争ですね、行っていくというところの続きをプレイしていきたいなというふうに思っています。では早速、時間を進めていきましょう。まあ、何はともあれですね、フィリピンを早々に攻略してしまわないと、この後の作戦行動に支障が出てくるというところもあるので、まずは補給マップの方に切り替えてですね、先へ先へ進軍していきましょう。今、上陸した部隊が多すぎて、供給、補給ですね、追いついていないという状況なので、フィリピン制圧しながら補給を確保していくっていうところではですね、早々に南下をしていきたいというふうに思います。で、海軍の方はというと、周辺海域はほぼ全部押さえているというところと、空軍の方ですね、ちょっと南シナの方に展開している部隊が少ないのかないのか、ここは第一艦隊の空母、飛龍が展開してるんですけど、少し弱いかなというところがあるので、今ですね、建造中の空母、これがですね、もうすぐロールアウトしてくるので、いや、もうロールアウトしてますね。母艦。これしかも航空母艦を。今、4型がロールアウトしてるね。ちょっと確認しましょう。征服戦争は進めつつ、ちょっと艦隊の方に目を移します。日本第2艦隊が入っていて、ここに潜水艦と昇格。これが航空母艦の4型ですね。これと、第1艦隊。日本第1艦隊、第2艦隊って2つ入ってますが、この2つの艦隊ですね。これ合わせてしまって、新しい艦隊として再編した上で、これを南シナに派遣しましょう。それが一番いいかな。では、艦隊を統合していきます。今、日本第一艦隊がどこにいるかというと、これを一旦、呉の海軍工廠に移しましょう。で、第2艦隊はもうここに入っているので、呉に入っているので、第1艦隊ですね。第1艦隊をやはり移しましょう。で、その後、日本第1艦隊と第2艦隊。これは今までもお話ししてきてると思うんですけど、艦艇が完成したら、自動的に割り振られてしまうこの艦隊に入ってくるので、これを新しい第6艦隊として再編して南シナ海に派遣。南シナ海の制海権、制空権の確保に努めましょうというところですね。あとは、今、パッと見、軍需工場が余ったようなので、どうしようかな。軍需工場どこにつけるか。補充的に足りてないのは野戦砲が足りてないかな。あと、潜水艦もちょっと増強していきましょう、今後のために。ということで、新しい海軍の造船所、1個は潜水艦の造船に割り当てます。で、あとは、新しく、徴兵した部隊は、早々に、移動させちゃいましょう。で、この後なんですが、
供給マップを見ていくと、まだまだちょっと進軍が時間がかかりそうな感じがあるな。とはいえどんどん進軍していかないと補給がキャパオーバーになっているのは変わらないので、そこをしっかり見ていきましょう。で、冒頭お話した艦隊の合体ですね、これはやっちゃいましょう。もう日本第一艦隊というのが新しくできたので、これに第6艦隊という名前を付けちゃいましょう。艦隊の6ですね。もうちょっとね、かっこいい名前にしてもいいかもしれないですよね。そしたら続いては研究枠の方ですね。まあカタパルトが来たので原子力航空母艦、これを研究しちゃいましょう。で、ちょっと途中になっちゃっていた第6艦隊、ここにまず人を雇い入れます。新しい新司令官、完全に東条英機にしか見えないなこれ。で、ここの母艦に航空隊を配備していきましょう。123機か、昇格には。この第6艦隊の機関空母、昇格123も配備できるの？そうなると、今だと三菱の A10J、これ第4世代の攻撃機になってるんですが、日本で今独自に生産できる最終形の攻撃機になっているんで、これをまず45配備しちゃいましょう。で、さらに、足りないところを、まあ、一個世代としては前になってはしまいますが、一つ前の世代の F4EJ 海、これを残り、まあ、80機相当ですかね、78機になるのかな、配備していきましょう。で、これで、まあ、航空戦力としては数的には第1艦隊と第3艦隊に配備している蒼龍とか飛龍をしのぐ戦力を一つの空母で持つという、だいぶ強力な第6艦隊が編成できましたね。艦艇数としては、ただし昇格の他だとミサイル巡洋艦が1隻、駆逐艦が1隻、コルベットが2隻、潜水艦が3隻ということで、艦隊規模としては少ないものの、航空戦力としてはすでに戦争状態に入って戦闘中の第1艦隊第3艦隊の飛龍、蒼龍、この2個空母を凌駕する、あるいは匹敵する航空戦力を持つ昇格ということになりますね。じゃあこの昇格を南シナに早速派遣していきましょう。で、航空隊の方も早速中和を問わず戦ってもらいましょう。で、こっちの方はどうなってるかというと、やや苦戦の状況が続いてるな。まあ、いずれにしても少し部隊数が飽和状態にあるっていうところですかね。ここはただ領土を頑張って広げていくしかないので、このままこのまま行きましょう。で、外交状態ですね、今一度確認しておきます。この後開戦していきたい、まずベトナムですね。ここは
2021年の4月か。改善できるのがまだだいぶ先になりますね。あとは、ラオス。カンボジア。このあたりとも改善になりますが、これはさらに後になるので、まあ、1年近くフィリピンに戦力を割くことができるので、確実に1年以内。ベトナムに宣戦布告ができる状態になった時には、まあ、できればね、もう、強襲上陸の準備も整った状態にしたいというのもあるので、年内にフィリピンの占領作戦を終えられれば一番ベストかな。では戦略爆撃機をさらに研究を進めておきましょう。どうする？これこのままのびのびと進めていく？ちょっと時間かかりすぎてるよね。補給がちょっとまあ追いついていないというのは事実としてあるものの、このままだと少し時間がかかりすぎちゃうかな。まあ艦隊戦はね、もう空母を持ってるという時点で圧倒的にこちらが有利なので問題はないかなとは思うんですが、まあ、制海権を取ってる以上は日本本土の防衛に部隊を回す必要はないので、まあ、そこだけはね、一つ安心材料というか特段気にする必要がないという嬉しい好材料ですね。なので海軍の増強というのは常にしておいて、強襲上陸をかけられないような状態っていうのはキープしておきましょう。現在生産していない装備って何？何を装備してない？ちょっとこれは確認したいな。補給として何が必要かっていうのは確認しよう。今だと何が欲しいのかというと、対空砲？いや、違うよね。強襲揚陸艦の研究を進めていきましょう。それはそれとして。なんだろうな。ちょっと気になってしょうがないけど、何を生産してないのか確認しますか？対空砲だな。やっぱり対空砲の補充が必要になったか。あんまりね、対空砲あり余ってたんで、向こうしばらく必要ないかなっていう判断をしたんですが、そんなことはない。対空砲が必要だということであれば、対空砲を作ろう。で、まあ、対空砲は作るとして、問題はフィリピンの進行速度がな、ちょっと遅いっていうところだよな。まあ、ただここは時間をかけててもじっくりマニラまで進行して、セブ島からさらに南下を仕掛けていきましょうというところですね。で、あとあれ余ってきた政治力を使っていく。あとは Emergency Construction。総動員に変更するっていうのは微妙だよね。これはあんまりやりたくないな。まあ、メリットも少ないけど、デメリットがほぼないっていうのが一番いいんで、まずは、どうする？北陸のインフラに、これはメリットしかないのでやりましょう。で、続いてこれは、
ビルドモアスクール、教育改革の国家精神を獲得、研究所要時間マイナス 1%、 これもデメリットはないですね。やっちゃいましょう。で、プリントザコミュニティマニフェスト、マニフェストって言われてもこれ共産への支持が 7% ってどうなんだ、どうでもいいよな。あとはプロパガンダ、これは戦争協力度がプラス 1.2% か。これも特にマイナスはないな。やっておこう。で、あとは政治力をある程度残しておきたいので、一旦これくらいにしますか？まあ、ナショナルポリシーとかもありますけどね。着々と追い詰めてはいるでいいのかな。どうしてもね、進撃速度は遅くはなってますが、あとは展開させた空母飛龍がどこまで行ってるかだな。まあほぼフィリピン海軍は一掃したのかな。もう新しい海戦らしい海戦は起きてないですもんね。まあ戦争はこちらが押してはいるか、今のところは。まあフィリピンに対してこんだけ時間がかかってるっていうこと自体どうなのっていうのはありますけど。で、建設だなぁとは、まあ、この後のことを考えるとルソンに戦力をちょっと増強したいよな。一刻も早くここを攻略してルソンに新しい海軍基地を作りましょう。重要ですよね。で、それとは別に、ロケット配備とかどうなの？必要なの？って感じもしちゃうよね。やっぱここは無難に。無難に無難に行きたいけど、ルソンに立てておいて、できれば海軍基地をルソンに増強したいので、一刻も早くやっぱりフィリピンを降伏に追い込みましょう。そしたらちょっと一旦時間を止めて進撃ルートを再編していきましょうか。とまずは、わあ、ここだいぶ狭いな。それにしても、砲兵隊ですね。砲兵隊、砲兵隊というか砲兵部隊か。砲兵部隊は、このまま進んでもらって、どこを占拠するかというと、こんな形で進撃しますか。で、主力の自動車化大隊ですね。
主力の自動車化代替はというと、これはマニラを進行した後は、南端まで突き抜けてもらいましょう。移動準備完了。で、戦車代替なんですが、まあ、戦車はね、多少動きが鈍いかなというところもあるんですが、その分強力というのもあるので、短い攻略目標を、まあ、いくつか、こまごまと入れていきましょうか。で、遊撃隊的な位置づけにある自動車化代替の2は、攻略できていないところ、ロハスとか、この辺りをじゃあちょっと狙っていきますか。ロハスからセブ一体。これで、また時間を進めていきます。これで空母の行動範囲がプラス 60% は半端ないな。これで我が国の原子力空母を持つ国になりましたね。今2018年今現在だと空母、原子力空母っていうねカテゴリーで持ってるのは、まあアメリカ海軍が何隻だろう、10隻とか11隻とか、まあ建造中のものを含めるともうちょっと多いんでしょうけど、まあ、それとあとはフランスが1隻持ってるぐらいで、まあ本当にアメリカとフランスだけ、まあフランスはね、確かシャルル・ド・ゴールとかっていう艦艇名だったと思うんですけど、2番艦を作る予定がない、計画は破棄されたということなので、もうこの先原子力空母を持つ国はおそらくないんじゃないかなと。まあ中国がね、作ってくる可能性はあるかなと思うんですけど、まあアメリカ、フランスに続いて、まあ、ゲーム上ではありますが日本が空母を持ちましたね。原子力空母。さて、それでは軍事工場が作られたんで、これを入れていきましょう。あとは研究枠ですね。原子力空母入れたの。この先なんかある？空母関連ないよね。まあ、さすがにね、航空母艦の5とかまで進めちゃうと、まあ、キリがないというか、先が長すぎるというか、果てしないので、ちょっと一旦これは置いておいて、ミサイル巡洋艦の4を研究しちゃいます。先に。足りてないところで言うと、どう？これ第一世代の歩兵戦車。いやー、こんな大戦争中、まあ、大戦争でもないか、フィリピンの戦争中に東京オリンピックはやりましたね、しっかり。自動車が大体もうちょっとまとまった数できるまでは内地本国に置いておきましょう。ようやくインフラが整ったのか、多分インフラが整備されたよね、建設を見ると。これによって補給がようやくグリーンになりました、まあ、時間かかっちゃいましたが、これで多少なりとも進撃のスピードが上がってくれるといいですね。
海軍基地を増強しておきましょう。まあ、このルソンからベトナム、カンボジア、ラオスで、場合によってはインドネシアとかね、マレーシア、この辺りに対して出動していくことになると思うので、まあルソン近辺は今後ハイテク化、ハイインフラ化を進めていきます。でまた政治力溜まってきたので、なんかやれることないか確認しておきましょうか。その前にネットウォーリアが入ってきたので、これの次進めていきましょう。まあ、とにかくもう日本は技術力で最先端を行くというところで、乏しい人的リソースを兵器の質でカバーしていきましょう。まあ、この辺りはな、別にフランス製の飛行機もいらなければ、ロシア製の AK もいらないし、アメリカ製の野戦砲もいらないので、フォーリンエクイプメントはとりあえず置いときましょう。外国製装備ですね。でナショナルポリシーのところを見ておくと、中立的外交政策の国家精神を獲得というものの、どうなんだろう。これを見ると陣営加入の国際緊張による制限がプラス 100%、 義勇軍派兵の国際緊張による制限がプラス 20%。 どうなんでしょうね。これは中立的外交策を今我が国が取っているかというと、決してそうではないからな。共産主義は置いといていいでしょう。ファシズムもいい。でミリタリーオプション、ここは原子炉の建設速度が上がると。あ、ちょっとこれを1個目指しますか。じゃあ原子炉を作るかどうかは別にしてですけど、でさっき見たエマージェンシーに関してはこれ総動員にしてほしくないんで置いときましょう。で陸軍の経験値がアップする、まあ、この辺りはねいいですよね。陸空海それぞれ経験値がもらえるっていうのは、まあ、今すぐ必要かと言われれば必要ではないので、まあ、これはちょっと原子炉の後見越しておきましょう。じゃあ生産のラインを見ていきます。いやさすがに戦争状態になると多少なりとも備蓄はなくなって補充ばっかりになりますね。赤くなっている。どうした。ここは再びインフラ的に微妙になってるわけだな。まあどうしても島国なんで攻略は時間がかかりますね。思ったよりフィリピンの制圧戦に時間がかかってしまってるんで、まあとはいえ増援を出すにもね、もうほぼ全兵力をフィリピンに投入してるんで、本当に第二次世界大戦期の日本って
まあ、東南アジア方面にも出しているし、中国本土にも大量の陸軍を出しているし、海軍は太平洋でてんやわんやだしって考えると、めちゃくちゃな量、国力にそぐわない戦いをしたんだなっていう感じがしますね。まあもちろん今の日本とね、このゲーム上では全然違うんだとは思うんですが。で、ちょっと待ってね。フィリピン軍がここで奪還をしてきている？故に変なことになってんだな。このまま行くと面倒なことになるんで、一旦敵部隊を全部排除しましょう。再び、しかも急いで。そうしないと、味方の軍の供給がままならなくなって面倒なことになっちゃいますからね。まあ、さすがに補給がないまま戦いとは言えないので。で、合わせて、まあ早々に。マニラを再奪還しましょう。マニラを多分取られて、このマニラ近辺が補給断たれてるから進軍速度が落ちているというところだと思うので、これ進撃するだけじゃなくて、ちゃんと進撃の速度を各師団間で合わせた上に一部は駐屯させておかないと、フィリピンがこうやってゲリラ戦を展開してくると、いつの間にか補給路が断たれてるっていうことがこれからも起きそうですね。とりあえず今真っ赤っかになってるところの部隊は静かに隠れててもらって、戦闘にならないようにしましょう。で、その間にマニラを再奪還するっていうのがいいかな。ちょっと時間はかかっちゃってますけどね。まあ、でもいつの間にまたマニラを奪われたんだっていう感じはするけどな。フィリピン海の方はやっぱり制海権きっちり取れてるけど、南シナの方は微妙な状態だな。ただどうだろう、これを見ると、航空基地としてはこのマニラ近海にあるこの航空基地、これを奪えれば話は変わってくるな。で、マニラの空軍基地に大量に航空機を配備すれば、この一帯の制空権は日本軍のものになりますね。準備完了。
いや、どうにもこの島国の戦いは面倒ですね。補給が断たれて餓死しないうちに急いで補給量をつなげてあげないといけないんですが、なかなか時間がかかるな。そしたら自動車解体の2の方は一旦駐屯に専念しますか。で残りの手段でまあ叩いていくというところが妥当かな。で急いで残りの拠点も救援に向かってあげないといけないですね。いやー戦車大隊がやられちゃうな、このままだと。さらに砲兵大隊ももったいないことになってるね。まあ、ここはちょっと作戦指揮が甘かったかな。もうちょっとしっかりね補給路確認した上で進軍するべきだったな。まあ、補給がないまま壊滅させられた形ですね。まあ、虎の子の戦車大隊が5手段いたものが4手段まですり減らされている、ちょっと言えてないですけどすり減らされてしまったんだよ。そうなると自動車大隊の2の方もだいぶすり減らされてるな。増援の必要がありますね。本国から増援させましょう。といっても増援できるのは自動車大隊が1個大隊だけか。
困りましたね。こんだけやられるとは思わなかったな。とりあえず自動車化代替を再補強してあげなきゃいけないかな。確実に敵を駆逐していかなきゃいけないので。いや、なかなか苦戦するな、本当に。ちょっとしっかり攻略してから先に進むっていうのを徹底しましょう。急ごう、急ごうと思ったあまりに、補給路を分断されたのを気づかずに、長期間放置したことによって、かなりの手段を失いましたからね。そうか、この24手段のここに松鶴の空母の航空隊を支援に当たらせますか。そういえばアメリカ側の義勇兵ってどうなってるの？義勇軍か。なんか全くやってくれてる感じがしないけど。どうしようかな。守備隊として残すか、ただ守備隊として残すだけの兵力に余裕がなくなっちゃいましたからね。砲兵大隊10師団以上1件失ったのは大きいな。あとは無敵の戦車大隊、これが補給が断たれたことによって死滅したっていうのも痛いしね。まあでもこれルソン北部を失うと痛いので、やっぱりしっかり防衛に当たらせた方がいいかな。ちょっとこの辺りの哨戒機どうのこうのっていうのはもったいないので、歩兵装備系に一転して変えていきましょうか。テレスコープ重火器が必要。こっちかってことは、先に他の部分進められるところ進めておく。で、ミサイル巡洋艦ももうこれ以上微妙なので、陸軍系の装備ですね。この後おそらくどかすか必要になってくる陸軍系の装備で、あとは、ミサイル巡洋艦新しいものに
リプレイスしていきますか。ちょっと確認しましょう。ミサイル巡洋艦、まだこれだったらリプレイスしていいかな。リプレイスしちゃいましょう。であとは戦略爆撃機も第5世代にリプレイスします。で研究枠は全部使い切ってるよね。はい、もうね、しっかりしっかりちょっとずつちょっとずつやっていきましょう。まあ急がば回れじゃないですけど、結果的に補給路を分断されたことに気づかなかったのは事実なので、ちょっとここは煩わしいな。煩わしいので部隊を一旦動かしちゃいましょう。で確実に確実に部隊を進めていきます。で生産ラインの方の調整もしていきましょうか。海軍の造船所が1個余ったので、これ揚陸艦をじゃあ作っていく。ようやくですけど 6.6 年後か、だいぶ先だな。ちょっとこれは時間がかかりすぎる。もうちょっと欲しいな。これで造船所の4つを揚陸艦に割り当てられるはずだ。いやそれでも揚陸艦 1.6 年後か、一番艦が完成するのがちょっと時間かかりすぎるな。それで、まあ、黄色はいいよね。黄色は黄色はいいので、準備完了。さてどうやって部隊を送り込んでいくかだな。結局これ何、港がないとどっちにしても強襲上陸になっちゃうの。ここもそんなことないでしょ。まずダパオまで普通に考えて進軍をしていくっていうのが一番いいでしょう。
ダパオまで進軍しよう。やっぱね、ちょっと攻めにくいですよね。狭いんで。まあ、ただ、懲りずにというわけではないんですが、しっかり制圧できるように。進んでいきましょう。で、空母が、これも最終形かな。もう一個先があるよね、空母きっと。あ、いや、もう最終形。これ3276日とかありえないのでやめましょう。代わりに、ここ最近全く作っていなかったというか、研究していなかった。駆逐艦をアップグレードしていく？でちなみになんですが、母艦はもうだいぶ作られてるから、航空母艦、空母の号を作るのはちょっと待ちましょう。今これ作り始めると工期がだいぶもったいないので。はい、ではね、ちょっと1時間だいぶオーバーしてしまいましたので、一旦ここで終わりにして、次回引き続きね、フィリピン制圧戦続きをやっていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。